こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、関東地方は今日は蒸し暑い日が続いて、雨も降ってきましたけど、皆さんいかがでしたか？さあ、今日は、YouTube のちょっと調べ元ネタです。調べ物ネタです。はい。ちょっと気になって調べたんですよ。何かというと、ほら、コロナショックで運動不足じゃないですか。ね、皆さんもどうです？運動してます？そうそう。それで、お家でストレッチ系の動画ってね、流行ってるじゃないですか。まあ確かに、もともとね、YouTube ってほら、踊ってみたとか、やっぱり人の動きがね、あるコンテンツって、やっぱりメインのコンテンツだったりしますよね。で、と思って、ほにゃらら体操。ほにゃらら体操。そう。これね、ちょっと調べてみたんですよね。でね、意外と、なんかね、調べて、気づきもあったんですけど、なんかね、意外とないなっていうのが、結構正直なところでした。多分皆さん、ほら、ラジオ体操とか、あと NHK のほら、お母さんと一緒の、パワーアップ体操とかね、多分そういうのってすぐ思いつくと思うんですけど、何気にパワーアップ体操とかお母さんと一緒系のほにゃらら体操はね、なんかね、ほとんど見つかりませんでした。まあ著作権的に多分その辺出してないっていうことなのかもしれないんですけど、なんかね、あの辺あんまり見つからなかったんですよね。少なくとも公式ではなかった気がする。そう。だから、その辺がね、まず最初ちょっと意外でしたね。まあ、あと島次郎とか、子供系の、ね、番組とかだと何かしらありそうな気はしたんですけど、なんかね、意外と見つからなかったので、なんか最初にね、それは少し、へーって感じでしたね。そう。だから、なんでしょうね。なんとかダンスみたいな、なんとか音頭とか、意外とこれ分散してるんだなっていうのはちょっと思いましたね。そうそう。ちょっとね、アグレッシブになっちゃうと、やっぱりなんとかダンスになっちゃって、お年寄りの方はね、運動でき、それ真似できないとか、そういうの多分出てくると思うんですよね。だから、なんかね、もっとたくさん引っかかると思いきや、意外と見つからなかったっていうのが、ちょっと最初にお伝えしたいところですね。まあ、多分そんなにブレイクしないっていうのはあるんでしょうけどね。で、調べてみたら、大体ね、3つね、ジャンルが、グループ分けできましたね。一つは、NHK とか公式系ですね。まず一つ目。たった5分ですごい効果。自衛隊体操公式ガイド。これすごいですよ。今流行りのね、自衛隊は、ダイヤモンドプリンセスでも感染しなかったみたいなことで、手洗いの動画も今自衛隊の公式はすごいバズってますけど、自衛隊体操ってあるんですね。これね、なかなかね、体操にもなって、かつ筋力的にも良さそうな体操でしたんで、これ知らなかった方、ぜひ見てください。自衛隊体操ですね。で、あとはもう NHK ですよ。NHK がやっぱりね、体操のコンテンツはすごいですね。まず一つ目、見つかったのが、朝一、超ラジオ体操。まあ、筋肉体操のね、これ多分流れ、でしょうけど、そう、超ラジオ体操、これ確かにね、1個やりきるとかなりすごそうな感じですね。まあただラジオ体操もね、そもそも、あれやりきると本当疲れるって言いますからね。それからですね、筋肉体操はなんか公式がなかったんですよね。で、海外向けの NHK の英語字幕、英語の海外向けの NHK チャンネルで一応筋肉体操がありました。すごいですよ、英語タイトル。5 minute leg workout part 1 muscle for all muscle for all ですよ。すごいですよね。あとね、派生系で NHK で、筋肉元気体操。なんか朝一の番組でやってるっぽいですね。で、それから、E テレかな？ダンスの、今ほら学校で習うじゃないですか。ダンスの番組のところで、EXILE の、EX ダンス体操ってのがね、ありましたね。で、あとやっぱりね、忘れちゃいけないのが、ラジオ体操とともに忘れちゃいけないのがこれ、みんなの体操。ほら、女性が3人いて、
2人ぐらい座ったままする体操あるじゃないですか。あれあれ。あれですよ。ね。うん。NHK だけでもこんな体操あるって、ちょっとこれはちょっと収穫でしたね。はい、次はですね、エンタメ系ですね。覚えてますか皆さんこれ。妖怪体操第一。もうこれですよ、体操。ね。うん。あとは、これはもう完全にネタですけど、当たり前体操、カウカウさんっていうね、お笑いコンビの方がいらっしゃいますけども、そちらですね。うん。あと、エンタメ系で言うと、アンパンマン体操もあるっぽいですね。うん。それから、エビ、カニックス、ケロポンズ。うん。これは何の番組企画なんですかね。なんか、これでもありましたね。うん。そうそうそう。ですから、エンタメ系&ビジネス系かな？アンパンマン体操とかね、そういうのも入れるとね。うん。あとビジネス、もうちょっとビジネス寄りで言うと、なんかね、これが面白いのが、秘伝ラーメン体操。なんかね、これ、仙台か宮城かどっかのご当地の体操っぽいんですけど、うん。あとはね、可愛楽器かな？これ。可愛体操、児童向けとかね。うん。で、あとこれは、みんなで踊ろう、ノルルン体操、簡単体操、気楽にコース、ペットボトル体操、とかとかですかね。うん。そうそうそう。この辺は結構ビジネス、それからエンタメ、番組系って感じですね。はい。で、最後がですね、最後が、いわゆる自治体ですね。地方自治体が、ほら、お年寄りの健康増進と言いつつ、ほら、予防医療ですよね。病院にかかってお金、ね、自治体の財政切り詰めるよりは、予防の方にみんなね、頑張りましょうと。すると、まあみんな健康で、しかも、財政もね、安定すると。いうことで、いろんな体操やってるんですね。例えば、咳、死、ロコトレ体操。それからね、おせんべいで有名な、草加せんべいで有名な、草加市、埼玉県草加市。パリポリくん健康体操。うん。で、あと、我が指揮士はですね、カパル体操。ゆるキャラグランプリで、1位を取りました。カパルが踊ってるカパル体操ってがありますね。はい。それから、みんなでやろう、キビタン体操。そう。だから多分、なんとか体操で一番多いのは、多分この自治体が独自に作ってる、なんか、ほにゃらら体操かなって思いました。うん。ただね、これね、見つかりにくい。ほんと見つかりにくい。で、自治体によっては、なんか YouTube に上げてないんですよね。自治体のホームページに行くと、その健康増進課みたいなところのウェブページには書いてあったりするんですけど、もう何気に DVD なんですよね。いやー、もっと広めようよとか思うんですけど、そう。で、なんかもったいないですよね。そう。だから、探せばあるのかもしれないんですけど、多分そういうタイトル付けとか、サムネイルとか、あと、なんだろうな、結構分かれちゃってて、DVD をそのまま一個一個載せたんだろうな。上半身編、下半身編とかね。っていう感じで、なんか、出てるのもありましたね。だからね、サクッとこれを知りたい。まずは、入門編みたいなのが、ね、あればいいんですけど、そういうのもなかったりして、結構ね、分かれてて、どれやればいいんだっていう感じの自治体の体操は多かったかな。そう。だから、僕もそのフォートナイトの動画で、ある時から気をつけ始めたのが、ナンバリングタイトル。これなんかね、カズチャンネルさんのカズさんが言ったんですけど、ナンバリングタイトルはクリックされづらい。っていうのがあって、まあ確かにそうですよね。なんか続きものの番号がついてると、これ途中から見んのかなみたいな感じになっちゃうじゃないですか。そう。だから、ね、自治体さんもね、せっかくいい体操を予算つけてね、開発してるんでしょうから。だからそのあたりもうちょっと、広まるような、アップの仕方とかされるといいのになぁとはちょっと思いましたね。結構ね、これね、検索大変でした。今さらっとリストアップしましたけど、これね、探すの結構大変だったんですよ。普通に体操で最初出るかと思ったんですけど、全然出なくて。ねえ。だから、そう。だからダンスとか、あと、なんとか音頭とかもきっと多分ね、あんまり見つかんないんじゃないかな。
だから YouTube もね、もうちょい YouTube まとめサイトに特化したなんかねアプリとかできるとまた面白いのかなとかちょっと思いましたけど、はい、というわけで今日は体操をいろいろ調べてみたという回でした。はい、なんかねこうやって調べていくと、うん、かぐわ体操とかね、フォートナイト体操とか作りたくなってきましたね。フォートナイト体操って全然ありですよね。はい、腕を前から右にエイムの練習1、2とかね結構全然できそうでしたよね。はい、ここでミニポーグイグイとかねできそうですよね。はい、というわけで、今日はなんか調べてみた回なんですけども、まあ面白かったらまた、企画やりますので、ぜひぜひコメント、それから、概要欄にも書いてありますが匿名で送れるレターなども皆さん送っていただけると嬉しいです。あとハッシュタグかぐわ飯などでつぶやいていただけると嬉しいですし、ぜひぜひ拡散、それからアプリの登録、フォロー、クリップ、いいね、よろしくお願いします。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。